北海道第2区から立候補した元衆議院議員松木健康候補、札幌生まれの札幌育ちです。松木健康でございます。この度北海道2区の方から立候補することになりました。民主党の三井さんの後継指名、そして維新の党の公認、そして生活の党の皆さんのご推薦などをいただきまして戦うことを決意させていただきました。アベノミクスで北海道良くなりましたか？必ずしもそうじゃないですよね。皆さん変えなきゃダメですよ。北海道ね、北海道の景気対策、こういうことをしっかりやっていかなければいけない、私はそう思っております。ぜひそれをやらせていただきたい。そしてこれからの福祉問題、これもおざなりになってるんじゃないですか。我々松木健康、そして維新の党、そして野党共闘の中で戦って頑張ってまいります。よろしくお願いします。松木候補は民主党の元衆議院議員三井和清さんから北海道2区の後継候補として指名を受けました。松木さんにですね、継承していただいて、そしてこの北海道のため、もちろん日本のためにですね、松木さんにぜひとも私を頑張ってもらいたいと、そう思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。松木健康さんはこれまで衆議院議員として3期9年、夢と希望の持てる国づくりに取り組んできました。松木候補の政治信条は幸せの土台づくり。元厚生労働大臣三井和清さんの福祉の充実を受け継ぎます。地元の声を国政へ届ける、飾らない気さくな人柄と行動力でこれまで実績を積み上げてきました。応援してますんで頑張ってください。どうも。民主党の三井和清さんが今まで一生懸命やってきたこの新幹線の延伸問題、これもしっかり私松木健康頑張りますよ。そして2026年札幌オリンピックを招致しようって、こんな話も出てきました。札幌、未来明るくしなきゃいけません。頑張ってまいります。よろしくお願いします。北海道第3区から立候補した行政書士の小和田康文候補です。小和田康文です。白石区、豊平区、清田区から立候補いたしました。私はお年寄りの方、皆様が安全に幸せに生活できる、そのような仕組みづくりを実現いたします。また道州制、地方創生、地域から北海道を豊かにする、そのような道州制の実現をしてまいります。平成維新の志を掲げる小和田候補、行政書士として中小企業の皆さんと歩んできた経験を政治の場に生かします。頑張ります。お返しから勝ちください。中小企業の代表小和田、頑張れ頑張れ。ありがとうございます。よろしくお願いします。維新の党より比例北海道ブロックで立候補いたしました大竹智和です。北海道には未来があります。観光業、農林水産業、世界に誇れる北海道を維新は応援していきます。維新の党は北海道、日本を変えていきます。維新の党をよろしくお願いいたします。北海道は素晴らしい大地です。北海道の力で日本を変えましょう。頑張ろう頑張ろう。